再帰港再帰港地図再帰港は大分県再帰市にある港湾。港湾管理者は大分県で重要港湾に指定されている。再帰湾号に位置する。瀬戸内海への入り口にあたる文豪水道のリアス式海岸に形成された港で全面を大入島に覆われ地形と水深に恵まれた天然の良港として古くから栄えた。昭和初期には 軍用施設として整備され、戦後には木材、石灰石の輸入及びセメントの輸出で発展した大分県南部地域の物流の拠点である。ただし、2010年4月に太平洋セメント大分工場再起プラントがセメントの生産を停止したため、現在は石灰石及びセメントの取り扱いはなくなっている。現在、大型化した船舶が直接着岸できるように、 水深14メートルの大水深岸壁の整備が進められている。しかし、この工事によって発生する土砂等を受け入れるための大入島石管区の海岸の埋め立てには、環境保護などの観点から大入島島民を中心とした反対運動も起きている。再帰港からは、高知県宿毛市との間に定期フェリーが就航しているほか、 周辺の離島との間の定期航路も開設されている。また、再帰港には、海上自衛隊再帰基地が置かれている。主に原木や石膏等の外国貿易の貨物を取り扱う。地区内には、工人再帰工場や、清掃工場のエコセンター板掌等も位置している。砂、砂利、鉱材等の国内輸送の貨物を取り扱う。高知県すくも市との間のフェリーや、 近隣の離島との間の定期船の発着場が整備され、両船だまり、魚市場も位置している。ありがとうございます。